Curiosity of my life マルです。前回の袋の動画の時に使った BGM がなんか著作権に触れてるとかね、メールが来まして、実はでも俺が使ってる音楽全部実は俺が作ってるんですよね。作ってるっていうか、なんか、Mac の付属のソフトのガレージバンドっていうの知ってると思うんだけど、まあ、知ってる人は知ってる、まあ、音楽ソフトで作る、そこの著作権フリーの、音源っていうかな。例えばなんかリズムズンツズンツズンツとかっていう、それをなんかもう その音源丸ごともループユーって持ってきて組み合わせるだけで音楽が作れちゃったりするんだけど、そういう方法で、まあ、作った曲を、まあ、BGM として作ったりしたんですよ。作ったりしてるんですよ。で、その著作権フリーなはずの音源で作ったはずの音楽が著作権に触れてるっていう。いや、もちろんもう不服申し立てですよね。そういうこともあるのかな。著作権フリーの音源を使って私の曲ですよっつって著作権を申請した人がいるってことだもんね、きっとね。でもその面白いことに、でも相当昔のなんかおじさんたちのなんかバンドみたいな、なんかアメリカの方のね、その人たちの曲になんかなってるんだよね、要は。でもそのおじいさんたちがなんかその著作権フリーの音源を使ってるとは思えないんだけど、まあそういうこともあるんだねっていう。まあ懲りずに、まあ、BGM はなんかちょこちょこオリジナルっていうか、まあ適当に作っていければなと思います。もう夏だね。もう今日一日もう朝から晩まで T シャツで OK な感じでしたね。俺は冬より夏が好きだから、まあ、はしゃいじゃおうと思います今年も。じゃあまた。